わけできる。ほら、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 なるほど、2階がベッドになってて、その下の2階がテーブル。下綺麗でしたね。ここで問題です。あ、のどかで、あれだ。この寮にはある特徴があります。これでもいい学生に行きまけましょう。小町病テレビが見れない。暖房がつかない。英語です。このルームメイトです。キヤいや、守ってない、どうしよう。払わないといけない。